皆さんこんにちは。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。先日羽越新幹線のお話をいたしましたけれども、今回いつもセットで語られることの多い奥羽新幹線についてのお話をしたいと思います。このルートは福島駅から山形駅を経由し秋田駅へと接続するルートですが、福島駅から新庄駅までは山形新幹線、大曲駅から秋田駅までは秋田新幹線ルートと重複しています。しかしながら山形新幹線と秋田新幹線はミニ新幹線であり、フル規格新幹線のような大きな所要時間の短縮ができないため、このルートの実現を図るべく山形県を中心に活発な誘致活動が行われているわけです。とはいえ、すでにミニ新幹線があるのにフル規格新幹線として実現させることはできるのでしょうか。今回は奥羽新幹線の想定ルート、駅が設置される場所などをご覧いただき、奥羽新幹線建設への障害問題点について解説してみたいと思います。それでは行ってみましょう。では最初にルートと駅の設置場所の全容をご覧ください。こちらは先日羽越新幹線の動画でもご紹介した調査資料にある地図ですが、奥羽新幹線の想定ルートと駅の設置場所もこの地図に記されています。地図内の青い線はトンネル区間で、赤い線がトンネル以外の高架橋などいわゆる明かり区間と呼ばれる部分です。奥羽新幹線建設において新幹線駅が設置される場所は米沢、赤湯、山形、さくらんぼ東根、新庄、湯沢、横手、大曲、そして秋田となります。このうち湯沢と横手以外はすでにミニ新幹線が通っている駅で、フル規格新幹線ではありませんが、名目上新幹線が発着する駅という役割を担っています。さて、この資料にあるルートの考え方として、主要な都市間を可能な限り最短で結ぶ、市街地の通過は可能な限り回避する、山岳地帯ではトンネルでの通過を想定するとされています。それではこの条件を前提に想定ルートや駅の設置場所を見ていきましょう。駅の設置場所については資料にある条件をもとに考えておりますが、あくまで私の個人的な考えに基づくものですので、その旨ご了承ください。それでは分岐点となる福島駅から出発しましょう。福島駅からは現在建設中のアプローチ線を転用し、そのまま板谷峠区間へと接続させます。板谷峠ではフル規格にも対応した新板谷トンネルの建設構想があり、福島駅からこのトンネルに直通し板谷峠をショートカットして次の停車駅である米沢駅へと向かいます。列車まもなく米沢駅に到着となります。米沢駅は新板谷トンネルからのアプローチを考えると、現在の米沢駅の場所に設置するのが一番無理がありませんので、その位置といたします。この米沢市の人口は約8万人、北陸新幹線に建設中の越前武生駅がある越前市と人口規模はほぼ同じくらいです。米沢駅を出発しますと、次は赤湯駅となります。
米沢駅と赤湯駅の間には現在山形新幹線の停車駅となっている高畑駅がありますが、フル規格の大武新幹線に高畑駅は建設されません。後ほど詳しくお話をいたしますが、現在の山形新幹線の停車駅でフル規格大武新幹線の駅ができない場所が非常に多くあり、フル規格の駅ができる場所との格差をどのように埋めていくのかが大きな課題となります。さて、まもなく赤湯駅に到着となります。赤湯駅ですが、米沢駅からのルートを考えると現在の赤湯駅と同じ場所になると思われます。赤湯駅がある南陽市の人口は約3万人、山陽新幹線相生駅がある相生市の人口約2万8000人と同規模です。それでは赤湯駅を出発し、次の山形駅へと向かいます。赤湯駅から山間部を直線的にトンネルで進み、次の山形駅へと達します。この区間にも山形新幹線の上山温泉駅がありますが、ここにもフル規格の駅は建設されません。さて、列車まもなく山形駅に到着となります。山形駅は途中駅としては唯一全列車停車駅となりますので、現在の山形駅と同じ場所に建設されると思います。山形市の人口は約24万5000人、山陽新幹線新下関駅がある下関の人口約25万人と同規模となっています。それでは山形駅を出発します。山形駅から次のさくらんぼ東根駅までの区間は、天童駅が山形新幹線の駅となって途中にありますが、フル規格である大武新幹線で天童駅はできません。さて、列車まもなくさくらんぼ東根駅に到着となります。さて、このさくらんぼ東根駅ですが、駅の設置場所はあえて大穴狙いで、山形空港に隣接する場所とし、新東根山形空港駅と勝手に命名させていただきました。こちらの場所を選んだ理由は、山形駅から直線で進んだ場合のルート上にあること、山形空港と山形駅を最短で結ぶアクセスを向上させることを目的としています。しかしながら現実的に考えますと、現在のさくらんぼ東根駅にそのまま建設される可能性が高いと思います。しかしながら山形空港の位置、大武新幹線の一つの可能性として提示させていただきました。さて、この東根市の人口は約4万8000人、これは九州新幹線筑後船小屋駅がある筑後市の人口約4万9000人と同規模となっています。それでは仮称新東根山形空港駅を出発し、次の新庄駅へと向かいます。
この区間にも村山駅、大石田駅という2つの山形新幹線停車駅がありますが、これらの場所にも古企画新幹線の駅は建設されません。さて、列車まもなく新庄駅に到着となります。新庄駅では陸羽西線、陸羽東線との乗り換え駅ということもあって、既存の新庄駅を選びました。ただ奥羽新幹線が仮に開業できたとしても、それは10年以上先の話になります。ローカル線の今後が心配される昨今、その時陸羽東線や陸羽西線がどのようになっているのか、甚だ不透明ではあります。さて、こちら新庄市の人口は約33,000人。あくまで人口規模での比較ですが、東海道新幹線熱海駅がある熱海市とほぼ同数となっています。さて、ここまで新庄駅までが山形新幹線のルートとなっています。奥羽新幹線が開業して一番恩恵が受けられるのが、ここから先のエリアということになります。それでは新庄駅を出発し、長いトンネル区間を通り、次の湯沢駅に向かいます。ここから先が秋田県内ということになります。さて、列車まもなく新湯沢駅に到着です。フル規格の新湯沢駅ができる場所として、在来線湯沢駅の一つ手前の上湯沢駅を選びました。そしてこちらを仮に新湯沢駅と名付けております。これは湯沢駅に比べて都市買収が容易なこと、三関インターチェンジが近いこともあり、この地域の交通結節点になる可能性を考えての選択です。湯沢市の人口は約4万人。北陸新幹線糸魚川駅がある糸魚川市の人口規模、約3万9000人と同じです。ところで、奥羽新幹線が建設をされましたら、奥羽本線の存廃についての議論も避けて通れないでしょう。特に湯沢駅近辺の在来線の数値はかなり厳しいものとなっており、新幹線駅の建設については、現在の在来線の駅の場所はあまり考慮しなくても良いのかもしれません。これについては後ほどお話をいたします。それでは湯沢駅を出発し、次の横手駅へと向かいましょう。まもなく横手駅に到着となります。ここは北上線との乗り換え駅ということもあり、現在の駅の場所としていますが、先ほどの陸羽西線、陸羽東線などと同様に、北上線の将来も甚だ不透明ではあります。さて、横手市の人口は約8万3000人。越前武生駅がある越前市の人口約8万人とほぼ同じとなっています。それでは横手駅を出発します。次は大曲駅になります。
まもなく大曲駅に到着となります。こちらも秋田新幹線田沢湖線との乗り換え駅ということもあって、そのまま大曲駅の場所を利用しています。大曲駅がある大仙市の人口は約7万5千人。これは九州新幹線新鳥栖駅がある鳥栖市とほぼ同数となっています。大府新幹線が仮に開通すると、その後の秋田新幹線の位置づけというものは非常に不透明ですが、仮に秋田新幹線がそのまま残りましたら、盛岡から大曲まで在来線区間を通り、ここ大曲から再びフル規格路線の大府新幹線の路線上を走るということになりそうです。秋田新幹線と大府新幹線の関係についても後ほどお話をいたします。それでは大曲駅を出発します。次は終点の秋田駅です。まもなく列車終点の秋田駅に到着となります。こちらは既存の秋田駅に新幹線ホームが建設されるという想定です。秋田市の人口は約30万人。山陽新幹線西明石駅がある明石市とほぼ同じ人口規模となっています。ということで、駅の場所やそれぞれの都市の人口を見てきましたが、ご覧いただいたように人口の多い都市は山形市と秋田市のみで、人口10万人を少し切るくらいのところまで拡大しても、米沢、横手、大曲といったところです。大府新幹線の役割はやはり東京と山形、秋田を最短距離で結ぶということになりそうです。それでは次に大府新幹線の主要駅への想定所要時間を見てみましょう。こちらは整備新幹線の枠組みに基づく最高速度時速 260km 運転をベースにしたものですが、途中大宮駅、福島駅、山形駅にのみ停車する最速列車で、山形駅まで所要時間1時間41分、秋田駅まで2時間26分となっています。現在の山形駅までの最速列車の所要時間が2時間26分、秋田駅までが3時間37分となっており、それぞれ大幅な時間短縮が見込めます。と、ここまでが大府新幹線構想の概要ですが、大府新幹線を建設するには解決すべき問題が山積みです。正直なところ、この構想をどうして持ち出せるのかと疑問に思うほどです。その問題点を一つずつ見ていきましょう。まず一つ目に、山形新幹線というミニ新幹線からフル規格新幹線になることによって生まれる格差をどう埋めていくのかという点です。具体的に言えば、現在の山形新幹線停車駅である高畑駅、上山温泉駅、天童駅、村山駅、大石田駅はフル規格の大府新幹線の駅が設置されないことが想定されています。しかも山形新幹線の駅が位置している場所はその一つずつが異なる自治体に属しているため、フル規格の駅ができる米沢市、南陽市、山形市、東根市、新庄市は積極的になるでしょうが、高畑町、上山市、天童市、村山市、大石田町は建設に合意するだけのメリットが見出せません。北海道新幹線や西九州新幹線の並行在来線問題を見るにつけ、大府新幹線の沿線自治体すべてが簡単に合意するとは考えられません。そして現在の山形新幹線停車駅がある自治体は、東京と山形新幹線でダイレクトにつながっているという利便性を失い、町の価値が大きく下がってしまいます。またミニ新幹線とはいえ、現在の新幹線が停車する駅という看板を下ろさなくてはいけないということで、
これはそれぞれの自治体のメンツにも関わってきます。次に福島県の問題です。奥羽新幹線は福島県、山形県、秋田県に建設される路線ですので、これらの駅に建設費の負担が生じます。新たに駅が設置されるわけでもなく、メリットがほぼ皆無の福島県が同意するだけの理由がありません。ただ福島県の建設費については距離が10キロメートル程度と非常に短いこともあり、極端な話、国、山形県、秋田県だけで処理することができるレベルではあります。しかしながらもっと大きな問題があります。それは並行在来線問題です。この問題を考える前提として、奥羽本線丹羽坂駅から関根駅の区間では奥羽新幹線建設以前に新板谷トンネルが開通し、現在の板谷峠ルートは廃線になっていると考えます。板谷峠では厳しい気象条件による列車の遅延が頻発し、それが東北新幹線にまで波及することが問題となっており、 JR 東日本としては山形新幹線の定時性確保のために新板谷トンネル建設には前向きとなっています。これは新幹線建設とは異なり、山形県と JR 東日本の同意だけで話を進めることができるため、奥羽新幹線の実現には関係なく新板谷トンネル開業が先行すると考えます。新板谷トンネルについては過去の動画で詳しく解説をしていますので、そちらご覧ください。それでは話を並行在来線に戻します。現在山形新幹線が走っている路線は新幹線という名前が付けられていますが、実質奥羽本線という在来線となっています。奥羽新幹線が建設される場合、奥羽本線の福島駅から秋田駅までの区間は確実に経営分離されます。ただ問題はこの並行在来線がこれまでの新幹線建設に比べて非常に複雑であることです。その問題を分かりやすくするために、並行在来線にあたる区間を福島県内の福島駅から丹羽坂駅、丹羽坂駅から関根駅の板谷峠区間、関根駅から新庄駅までの山形線と呼ばれている区間、新庄駅から院内駅までの奥羽本線山形県内区間、院内駅から秋田駅までの秋田県内区間の5つに分けて考えています。まず福島県内については約7km、佐々木野駅、丹羽坂駅というわずか2駅の区間ですが、フル規格のメリットがない福島県が第三セクターにしてまで維持するだけの理由がありません。奥羽新幹線建設については、福島県は建設費負担ゼロのほか、在来線維持を条件にしないと同意しないと思います。とはいえこの区間を維持するにも非常に面倒な区間ではあります。それはこの区間で山形新幹線を運行するために標準機に回帰してしまっており、仮に JR 東日本が維持するにしても、このわずか 7km の路線のためだけに標準機の車両を用意しなくてはいけないためです。では山形県が代わりに第三セクターを設立して、山形県内の路線と合わせて維持することができるのかといえば、それも非常に難しいと思われます。それは新板谷トンネルがフル規格新幹線路線に転用されるため、山形県内の山形線とは完全に切り離されてしまうからです。このように福島駅から丹羽坂駅までの区間だけを維持することは非常に困難です。現実的に考えて奥羽新幹線建設を進める場合、この区間は廃線にするしかありません。ただ丹羽坂駅は少なく見積もっても1日200人程度の利用者がいる駅ですので、廃線対象にするにも無理があり、明確な答えが見つけられないのが実情です。次に板谷峠区間については、先ほど触れましたように新板谷トンネルがフル規格新幹線に転用されるため、山形県内の在来線は関根駅から先ということになります。米沢駅から関根駅までの1駅の区間が存続するかというのは非常に微妙ではありますが、米沢駅から新庄駅までの区間は山形県として第三セクターで絶対に存続させることが条件になります。それは先ほどお話ししましたように、奥羽新幹線を建設する場合、現在の山形新幹線停車駅である高畑駅、上田山温泉駅、天童駅、村山駅、大石田駅がその利便性を失うことになるからです。これらの駅がある自治体は山形新幹線を失った上に在来線まで廃線になることを受け入れられるはずがありません。
ただ先ほども触れましたように、この区間は山形新幹線を運行させるために標準機の電化路線となっています。他の JR 在来線と互換性がないため、貨物列車の運行もなく、貨物調整金も見込めません。そのため経営は非常に厳しいものとなります。新幹線建設費用と第三セクターの設立維持と、山形県は非常に大きな財政負担を強いられるわけです。そして山形県内の在来線は新庄駅までの区間だけではありません。新庄駅から秋田県内の院内駅までの区間も、山形県が並行在来線として維持するかどうかを考えないといけない区間です。新庄駅を境に南側の山形線区間は標準機、北側は狭機となり、山形県が全線を維持する場合、標準機と狭機という2つの路線を抱えなくてはならず、非常に経営しづらい状態となります。さらに奥羽本線の新庄駅から湯沢駅までの区間は、新型コロナウイルス感染症以前の2019年度でも輸送密度416という大変厳しい数字で、廃線対象となってもおかしくありません。では新庄駅から院内駅までの区間を新幹線開業と同時に廃線にできるかといえば、フル規格新幹線の恩恵を全く受けられないこの地域の理解を得ることは難しいでしょう。そして同様の問題は院内駅から秋田駅までの秋田県内の在来線にもあります。湯沢駅以北の2019年度区間別輸送密度を見ると、湯沢駅から大曲駅は1704、新庄駅から湯沢駅の416に比べればかなり良い数字と言えますが、2000未満の路線は今後の損廃協議対象になるレベルであり、厳しい経営となります。そして大曲駅から秋田駅の区間輸送密度は7578とかなり良好な数字ではありますが、これには秋田新幹線の輸送量が含まれています。秋田県の調査では、2019年度秋田新幹線の1日あたり片道利用者数は3200人とされているため、単純計算で在来線の輸送密度は3400程度に半減いたします。このように山形県だけではなく、秋田県にとっても並行在来線は極めて大きな問題となります。そして秋田県においては、秋田新幹線と奥羽新幹線の住み分けが難しいことも問題であり、秋田新幹線が奥羽新幹線建設の必要性を大きく下げていると言ってよいでしょう。特に昨年、JR 東日本と秋田県は新千貫トンネル建設の覚書を締結いたしました。新千貫トンネルは新板谷トンネルと同様、気象条件が厳しい千貫峠にショートカットするトンネルを建設するというもので、秋田新幹線の遅延など運行障害を解消するためのものです。こちらは覚書が締結されたことで、新板谷トンネルよりも先行しており、建設が現実のものとなりつつあります。新千貫トンネルが完成すれば約7分の時間短縮が見込まれますが、一方で事業費約700億円のうち、秋田県も相応の負担を強いられることになります。これだけ投資して高速化を図る秋田新幹線ですが、仮に奥羽新幹線が建設された場合、東京と秋田の所要時間は奥羽新幹線経由の方が圧倒的に早くなるため、秋田新幹線の存在意義は盛岡、仙台といった東北の都市間輸送がその役割となり、需要が大きく低下してしまいます。奥羽新幹線が開通した場合、秋田新幹線は最悪の場合廃止、よくても大幅な本数削減は免れません。そうなりますと、現在の秋田新幹線の田沢湖駅、角館駅を要する仙北市にとっても看過できない問題となりますし、秋田県にとって新千貫トンネルへの建設費負担は過剰投資ということになりかねません。秋田新幹線の旅客流動のうち、盛岡や秋田への移動は全体の2から3割程度と推測されていますが、奥羽新幹線ではそういった仙台や盛岡への移動はカバーできません。そう考えると、対東京、対東北各都市へのアクセスを一手に引き受けられる秋田新幹線の方が使い勝手が良いと言えます。そして最後に、現在の山形新幹線、秋田新幹線で航空機との競合に十分勝てているという点も見逃せません。 JR 東日本の資料によると、東京から山形では
新幹線 98%、航空機 2%。東京から秋田では新幹線 69%、航空機 31% と、特に山形においては圧勝しています。秋田においても新仙巌トンネルの開通などによって所要時間が短縮されるとシェア 70% 以上も視野に入ってきます。つまり運行主体である JR 東日本にとって奥羽本線はそこまで大きな必要性を感じる路線ではないのです。このように奥羽新幹線がなくとも山形新幹線と秋田新幹線で十分にその輸送の役割が果たせているとも言えます。逆に言えばこれらのミニ新幹線がもしなければもっと奥羽新幹線建設への機運が高まっていたのかもしれません。そういった意味においては在来線しかなくその需要の大小はともかくとして大阪からの日本海縦貫線を形成するという羽越新幹線の方が建設の大義名分があると感じられます。そして奥羽新幹線建設については県のレベルでは非常に前向きな声が聞こえてきますが山形新幹線の沿線自治体の声がほとんど聞こえてきていません。本当に山形新幹線の沿線自治体は奥羽新幹線を必要としているのでしょうか。特にフル規格の駅が設置場所とはなっていない自治体は本当にそれで良いのでしょうか。費用便益分析などの数値は必要において大変重要なものであることは分かりますけれどもまずは沿線が必要なのかどうかを確かめた上で合意形成を図ることが重要なのではないでしょうか。最近の新幹線建設の問題を見るにつけそのように感じる次第でございます。それでは今回も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。